リムピッチですね、はい、サウンドホールに取り付けて、はい、まあ、非常に自然な目線で修理ができる、まあ、サウンドホールに取り付けるメリットとしては、まあ、ヘッドに取り付けた場合ですと、うん、やはりまあ、目がちょっと悪い方であったりとか、うん、そういった方、まあ、まあ、ちょっと離れちゃうってこと、そうですね、 AW3G ですが、まあ、クリップ式チューナーが出てるんですけれども、うん、やはりまあ、クロマチックチューナーでちょっと動きが 見にくいとか、うん、ちょっと見づらいっていう部分と、あとはわりかしよくアコーシック使われてる方はヘッドに、この前やはりこのポール・リード・スミスのギターもそうなんですけど、やはりこのライン、全体的なラインがかっこいいっていうところ、まあ、ちょっと AW さんにも来てればよかったですけど、まあ、ここに取り付けるとやはり見栄えがあるんまあ、デザインのバランスが崩れちゃうからってことですね、っていうところもあってですね、うん、まあ、今回、まあ、業界初のこのサウンドホールに取り付けるチューナーを発表されました。やっぱりその直下にあるから、やっぱかなり見やすくなるってことですね。はい、非常に見やすいですね。じゃあ実際早速取り付けを、はい、早速ちょっと取り付けてます。でここにゴムがついておりまして、ラバーがついて、はい、ついてで、これをこのサウンドホールの、まあ、傷つきにくいと、はい、下に取り付けます。こういった形ですね。はい、ちょっと、まあ、ギター目線になってますか、うん、ちょっと構えてもらって、非常にどれだけ見やすいかっていうところ、はい、じゃあ、電源を入れます。やっぱちょっと距離全然違いますね。そうですね、やはり目線からすぐ下を見ればもう今ちょっと反応はしているんですけれども、ちょっと待ってください。じゃあここから、はい、やっぱちょっと遠いですもんね。そうですね。要は素晴らしい、はい、じゃあ実際まあ、チューニング、基本的にクロマチックチューナーではなくて、まあ、ギターに特化したチューナー、まあ6弦が E の音、5弦が A の音、まあ、4弦が D の音っていう、まあ、EADGBE という、うん、まあ、このギターチューナー、まあ、クロマチックチューナーではないギターに特化したチューナーの、はい、じゃあ実際、はい、6弦を、はい、非常に、まあ、感度も非常に素晴らしい、感度も非常に素晴らしいですね。まあ、こんな感じですかね。感度精度が高いほどやっぱチューニングっていうのはやっぱしづらいというか難しくなってきますよね。そうですね、多少ね。そのくらい正確のバッチリしたチューニングができるってことですよね、はい、今お分かりの通り、まあ、この真ん中の青くなった部分ですね、これがこの弦の適正なところ、まあ、適正な場所になりますね。ちょっとこれ高いですね。簡単に外されます。でですね、特徴がこの電池みたいなんですよ。ここにオープンっていうポッチがあるんですけど、ここを押しながら、まあ、こういう風に開く。ボタン電池ですね。よくこの電池蓋が全部すべて取れてしまうとなくしてしまうっていう恐れがあるのが、はいはいはい、今回ここにしっかりついた形になるので、蓋、うんうん、になった。蓋になったので、あとは非常に壊しやすい部分もあるんですけれども、うん、まあ、そこら辺のところすぐ落ちないようなそういったストッパーもついているので非常に、うん、いい機構になってますね。いい機構になってますね、うん、はい、あとは LED で、まあ、消費電力とかは、ですね、消費電力は基本、これ LED ですか、ライトは、うん、LED ですよ。これは非常に、この LED が非常に見やすいポイントではありますね。見やすいプラス消費電力も、消費電力も非常に少なくてですね、これ音に影響が出ないようにはもちろん考えられてるんですが、つけっぱなしで演奏しても問題ない？もちろんつけっぱなしで演奏しても問題ないんですけれども、ただ、やはり塗装が若干、ずっとつけてるときにやはりカーブ反応をして、うん、
ていう可能性もあるので、まあ、使い終わった時には必ず外していただくのをおすすめです。見ていただけるとあれ実際もうチューナーがついてるか全くわからないぐらい、うん、まあちょっとここのラーが見えるぐらいなので、うん、非常にすっきりしている。実際ライブとかでもまあ普通に使っていただいて、これもうスペックとして AW の 3G とか、はい、あの辺とマイクの性能とかチューニング その中のメカとかは基本同じなの、うん、基本的にやはりコルクのチューナーのその性能は全く一緒ですね、うん、まあ形が変わってそうそう、クルマニックチューナーか、うん、あのギター特化したチューナー、うん、まあ言うとまあ GA1 であったりとか、うん、そういったモードにはなってますので、まあ初心者の人にも非常に分かりやすい、うん、あの内容にはなってますね。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。